聞いて、見て、知って、盲学校。こんにちは。僕、ペンペン。今日は、メイコ先生と点字の勉強をするよ。ペンペン、実は私たちの身の回りには、点字が書いてあるものがいろいろあるって知ってる？そういえば、オムライスにケチャップをかけたとき、確かケチャップの入れ物に点字が書いてあったような。よく気がついたわね、ペンペン。ケチャップの入れ物のこの部分に点字が書いてあるわ。見えにくいから大きくするわね。白丸の部分が点字よ。これはケチャップと書いてあるのよ。他にもあるんだけど、ペンペン知ってる？なんかお母さんの手伝いをしていた時に見たような気がするんだけど、あ、思い出した。サラダ油をお母さんに渡す時にキャップに書いてあった。よく思い出したわね、ペンペン。キャップの上に点字が書いてあるわ。あぶらと書いてあるのよ。他にも見た記憶があるんだけど、あ、そういえばお父さんが飲んでいたビールに書いてあった。僕が飲んでいたジュースには書いてなかったのにな。てんてん、よく見ていたわね。ビールの缶はね、上のこの部分にこのような点字が書いてあるわ。それではてんてん、ここでクイズです。これは点字で何と書いてあるでしょう？なんだろう。選択肢は1番アルコール、2番お酒、3番ビールよ。やっぱり3番のビール。正解は2番のお酒です。ビールだけではなく他のアルコールが入っている飲み物に書いてあるからお酒なのよ。てんてん、残念。逆にジュースとかには書いてないのよ。お酒は20歳になってから。点字が書いてある方がお酒だから、間違えて飲まないようにね。はーい、もちろんです、メイコ先生。家の中だけではなくて、家の外や建物の中にもあるわね。ペンペン、郵便ポストに点字が書いてあるのは知ってる？え？そうなの？知らなかった。郵便ポストに書いてある点字は、下に書いてある文字に重なっている部分もあるから、わかりにくいのよ。例えば、この部分。大きくするとこうなるの。黒丸の部分が点字よ。手紙、はがきと書いてあるわ。この部分にも書いてあるわ。大きくするとこうよ。透明なシールに点字が書いてあるからもっとわかりにくいわね。上半分には平日と、下半分には10時53と書いてあるのよ。他にはどう？てんてん。そうだ、エレベーターのところにも書いてあった。乗る時の矢印ボタンの横に点字が書いてあるわね。上矢印ボタンの横には上と
下矢印ボタンの横には下と、そして何階にいるか分かるように、ここには3階と書いてあるわ。エレベーターの中の階数指定ボタンのところにも点字が書いてあるね。あ、数字の点字、一マス目は全部同じだ。これは数符といって、数字を表すときには必ず最初につけるものよ。そしてこれらの部分にはこのような点字が書いてあるわ。ひらがなでは開く、閉じると書いてあるんだけど、てんぺん、またここでクイズです。これらの横にある点字は何と書いてあるでしょう。選択肢は1番開け、閉め、2番開く、閉じる、3番開閉。どれだろう。点字を見るとそれぞれ2マスだから、3番の開閉。正解は1番の開け閉めです。てんぺん残念。でも点字で2マスだからと考えて選んだところは鋭かったわよ。ひらがなが書いていないエレベーターがあったら、これで覚えて点字を読んでね。他には博物館などで点字の説明を書いてくれているところもあるわね。そういえば僕、恐竜博物館で見たよ。行くことがあったらみんなも見てみてね。今回紹介したのはほんの一部分で、他にも点字が書いてあるものや場所はいろいろあるから探してみてね。家の中にもまだあるよ。例えばヒントはこれ。それじゃあね。